明けましておめでとうございます。ひとりでございます。新年一発目ね、早速ポケモンの配布行われましたので、その情報を共有させていただきたいと思います。ちょっと詳しくは分かりませんが、国際宇宙ステーションとポケモンの映像のコラボみたいのがございまして、でその配信みたいのが行われておりまして、それを記念してねポケモンの配布が決まったようです。なので今回受け取っていきたいと思います。やり方につきましては、不思議な贈り物ですね、これで不思議な贈り物を受け取るで OK ですね。でここでインターネットで受け取るでね、多分受け取れるんじゃないかなと思います。シリアルコードはねないみたいですよ。どうやらインターネットで受け取るでいけんじゃないかな。はい、行ったかな。 OKOK 来ましたね。はい、出たー、希望のピカチュウ。希望ってなんか KIBO で書くとなんかちょっと面白い感じですね。まあいいですよ。はい、それでジュイーンという感じでストンと落ちてきて、それでパカッと開くわけですね。はい、登場ピカチュウですね。ピカチュウいいね。やっぱこういう時はピカチュウだよね、なんだかんだ。はい、ピカチュウを受け取りましたということで見ていきましょうか。あ、このピカチュウかな、もしかして。あー、これダメかもございまして、かなりまあまあ2つということで、何部位でもないですね。中身見ていきましょうか。はい、でこれで見ていきますと、見た目は全く普通のピカチュウなんですね。何もなんか違いはないです。でプレシャスボールでレベル21のオスでございますと。で親が希望ってなってるわけですねこれは KIBO で希望ってのはやっぱりなんかちょっと面白い感じしますけど。であと特徴的なのが持ち物で彗星のかけらですね。なんか国際宇宙ステーションと宇宙絡みですから、そういう感じなんでしょう。彗星が近づいた時、地表に落ちたかけら、ショップで高く売れるということで、地表に落ちたかけらですからね。ですからなんか逆に宇宙のコラボで持ってるのはおかしい話な気がしますけど、そこは突っ込まないでおきましょう。はい、でそれで特性は静電気でございまして、静電気を体にまとい、触った相手を麻痺させることがあるということでございます。でこの特性はまあ普通の特性ですね。で、10万ボルト、スピードスター、願い事、お祝いという感じでございます。お祝いを覚えてるってのが結構特徴みたいですね。願い事も結構珍しいような気がしますけどね。で、お祝いってどんな技かっていうと、私知らないんですけど、ポケモンがとってもハッピーなあなたのことをお祝いしてくれる。まあ、ちょっとよくわかんないですね。これ使ってみようか、じゃあ一回。で、勇敢な性格でございます。さすがね、宇宙に行っただけあって勇敢な性格になってるんじゃないかなと思いますけどね。どうなんでしょう、その。あ、で、リボンが結構特徴的ですね。もうこの時点で、見たことないリボンですよ、私。スペシャルリボンですね。特別な日の特別なリボンということで、1月1日ですから、やっぱそういう仕様になってるって感じですかね。でつけた時の名前が、プレミアムな日のピカチュウということで、ひらがなだと分かんないですね、プレミア。まあまあそこはいいよ。まあとりあえずこんな感じでピカチュウもらえるっていう感じでございます。一応ピカチュウのね、ちょっとお祝いって技使ってみたいと思います。私知らないんでね。とか覚えてるポケモンいんの他に。全然知らないんですけど。それでお祝いですね、これやっていきましょうか。どうやってなんだお祝い。あ、誰も選択しないでできるんだお祝い。これで、はい、あ、こんな感じになるんだえ、なにこれ、おめでとう一人、これだけ声になるんだ、知らなかった。これいいじゃん。もし結構ね、一人でね悲しんでるような人いたら、これで使えば結構ね人にお祝いされたような気持ちになると思いますので、これ結構使えますね、意外と一人身の人は。いいね、おめでとう一人、ありがとう。まあ1月1日ですから、明けおめことよろっていう感じの技ということですね。はい、ということで新年一発目、早速配布来ましたので、皆さん要チェケラでございます。まあ特に親名とかだけでそんな特徴的なところはないですけども、一応レアなんでね。で別にシリアルコードも入力しないでもらえるんで、ボタンポチッと押してしまいましょう。お祝いの技もありますのでね。おい、ワイのことも今年もよろしくね。